皆さん,皆さん日本語のポッドキャストシーズン3ホストののりこです、えー、今日もビデオを撮っていますねあとはあの私のジャパニッツツギャザーっていうコミュニティの中で書いた映画の記事を読みながらこれについて話したいと思います皆さん引き続きジャパニッツツギャザー私のファンクラブ、えー、メンバーに入ってみませんかっていうことでね今日は映画の話ですはい あの私はねリバプールに引っ越してきてから映画館によく行くようになりましたベルファストの郊外の家に住んでいた時には映画館がとっても遠くって車じゃないと行けなかったんですねでも今はとっても恵まれた環境に住んでいて歩いて行ける範囲にこのリバプールの街の中で歩いて行ける範囲で映画館が3つもあるんです。 なのでこの引っ越してから2ヶ月半の間にもう3回映画館に行きました。で先日見た映画は日本の映画「パーフェクト・デイズ」「パーフェクト・デイズ」聞いたことありますか見ましたか私とっても感動した映画でおすすめしたいんです。でもねすごく静かな映画なんですね。じゃあちょっと記事を読みながらえまずは読んだ後で感想をもっと詳しく話したいんですけど。 先週映画館で日本の映画パーフェクトデイズを見てきました名優役所広司と監督ビームベンダーズの作品です実はあまり期待していませんでした最近韓国ドラマを見すぎているのでドラマティックで話の展開が早い話に慣れすぎていましたこの映画はその反対で静かなんです 大きな出来事も起きず登場人物の会話もほとんどありませんすべてがミニマムなんですそうなんですここがまず一つのポイントでめっちゃ静かなんですね皆さんこの静かな映画2時間ちょっとある映画に皆さんが耐えられるかどうか私はね最初はあれめっちゃ静かで何も起きないなって思ったんだけどじわ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 心に響いてくるんですね で、まあ、そう、ミニマムな映画って聞いていたので、で、そう聞いていたので、あまり期待せずに見たんですが、思った以上に、期待していた以上に、感動しました。皆さんにも、鑑賞してもらいたいので、あまり話には触れませんが、キーポイントは、カセットテープ、植物、カメラ、トイレ掃除。この四ポイントです。はい、あの、この主人公の趣味は。 ね、カセット古いカセットテープで古い音楽を聞くこと、まあ、その音楽のセンスめっちゃいいと思うんだけどそして、まあ、主人公の話ね主人公は植物が好きなんです植物を育てているそして植物の写真を撮ることも趣味なんですね。お、はい事はトイそしてお仕事は東京にある公共トイレのトイレ掃除このトイレがとても面白いんですね。 あのまず私が今日話したいのはトイレ掃除がトイレ掃除を仕事にするのが何ですかねすごく大変だと思うんです。みんんなながややりりたくない仕事ををこの主人公は誇りを持ってやっててるんで,す、ねうん、でまあみんな多分やりたくないえー、で汚いことを一生懸命する掃除皆さん一生懸命できますかっていうことなんですね。 この主人公は多分誇りを持っていてこのトイレ掃除が好きなんですものすごくピカピカにするんですはいで私はその姿に感動しました、うん、私ね実はこの映画を見た翌日トイレ掃除をしたくなったんですはいあの自分の今この住んでいるフラットのトイレピカピカにしました主人公みたいにそして主人公みたいに ピカピカに掃除した後心が気持ちよくなったんですうわーいいなってまるでトイレを掃除することで私の心も洗われたみたいなピカピカになった気がしました皆さんそんな気持ちわかりますかうん。なんか日本人はよくそんな風に言われて育ってるんですね掃除をすればトイレ掃除じゃなくって掃除をすれば心もきれいに洗われるまあ、ちょっとぶっ 今日に何か関係する気持ち、ま全、あ、全に関係する気持ちなのかもしれないんだけど、私はそういうことをよく学校の先生とか親に言われて育ったんです。で改めてこの映画を見て翌日ピカピカにトイレを掃除して本当に気持ちが良かったんだね。うん、皆さんぜひトイレ掃除してみてください。この映画を見れば掃除をしたくなるかもしれない。うん。で、まあそのトイレに関して言えば。 なんか公共トイレってものすごく綺麗か綺麗じゃないか分かれるじゃないですか。で東京は多分ねちゃんと掃除をされていてね綺麗なトイレが多いかもしれない。そしてデザインもものすごいんですね。この映画に出てくる東京のトイ,トイレは本当にレベルが高いです。あの有名なデザイナー建築家がけんえデザインしたトイレとかがあるんですね。でそういうのを があればそういうのがあれば多分みんなもきれいに使うと思うんですよ、うん、汚汚いいいトイレははみんななくく使使うまたは使いたくない、ね、でもそういうデザインが優れていて、ね、ちゃんと掃除されたトイレだと人々もあもっときれいに使いたいなって思うそこがマジックなんですね、うん、ちょっと話がそれたけどそういうトイレも大切だなと思ったんです。汚、うん、汚いトイレはみんな汚く使う きれいなデザインだとみんなきれいに使いたい、はい、そしてこの主人公の男性もそういう気持ちで掃除しているなんんんか心が温まるるでですねじわじわくるんですねねじじわわくそしてこの男性の生活はシンプルです全然ドラマチックなことじゃないことがない、うん、きっと主人公はいろんなことが過去あった。ね、家族とどうしてて離れ一人で 生活しているのか、どうして自分の家族とあんまり連絡を取ってないのか。まあ、そういうのがちょっとちょっと出てくるんだけど。でも。私たちに見てる人には本当の理由が分かりません。どうしてこの人はトイレ掃除の仕事をしているのか語られません。でも見ているうちに誇りを持ってやってるんだなっていうのがわかるんだね。うん、皆さんは自分の仕事に誇りを持ってますか？ 私は考えたんです私は日本語の先生の仕事好きだけど誇りを持っっっててやるかなちょっと反省したんですね、うん、最初の頃はパッションがあったけど最近はパッションを持って仕事をやってなかったかもしれないちょっと自分の生き方考え方考えさせられたんです。うん、あとはねそうだなちょっと待ってね今。 私の記事を書いた記事を読みあの見ながら考えてるんだけど、簡単な生活に満足ができるかどうか、そうそうこれが2つ目の映画のポイントだと思います。なんか私もついついねああいつも同じことの繰り返してつまらないななんて思っちゃうことあるんだね。みんみんなもそうだと思う。 同じことをずっとずっとシンプルに繰り返すって実はものすごく難しくって日本語の勉強韓国語の勉強だってそうなんです私ずっと同じことしてるとついつい新しい教材に手を出したくなるあこれ新しいやってみたいこれ面白そうやってみようかな。ね 新しいものを常にごめんなさい新しいものを常に求めているのが人間だと思うんです刺激が欲しいこの主人公の生活は毎日毎日同じです本当に同じ朝同じ時間に起きて植物の手入れをしてで仕事に行ってトイレ掃除ねいつも同じ場所でトイレ掃除をする帰ってきて銭湯に行くんですねで銭湯に行った後いつもの行きつけの居酒屋で一杯飲んで帰る 毎日毎日同じお休みの日の過ごし方も同じなんです、えー、自分が行きつけのお店に行く自分が行きつけのコインランドリーの店に行って洗濯物をするいつものコースで自転車に乗るそのシンプルな簡単な生活皆さん満足できますかこの主人公はその生活にとても満足しているように見えます。うん あの辛抱強くでも楽しんで小さな幸せを楽しんでいるように見えるんです私はハッとさせられましたうん。どうして刺激が欲しいと求めるのかどうしてこのシンプルなことに満足できないのかうん。例えば私はねポッドキャストとか YouTube とかインスタグラムを先生としてやっていてね、もっとフォロワー数が欲しいとか もっとこう、ドッカーンとね、盛り上がって。ね、もっと生徒さんが欲しいとか、欲張ってしまう。欲張りすぎてはダメなんだね。どうして今のこの環境に満足できないのか。うん、なんか皆さんの生活を見つめ直すきっかけとなる話。ヒントがたくさんあるんです。そして、この主人公は日々の季節の。 移りり変わととかか植植物のこの風と植物の木のののこ風木ななんん感感じ感じられる人なんですね皆さんちょっと立ち止まって植物を眺めたり日々の季節の移り変わり感じられたりそういう瞬間ありますかそういうものにうん感謝して生きていますか主人公はそれができる人なんですね。うん なので私もまあ散歩した時にちょっと空を眺めてあ今日はこういう空の色だなとか感じられてそれをなんだなっって思ったんですまあ私は泣けなかった泣くほど感動しなかったけれどもこの映画を見た後に本当にジーンときました。うん、そう本当にね まあ、私は旅行が好きでね。旅行に行くと刺激を感じられるから旅行に行きたいんだよね。でも、いつもの毎日の生活を大切に。日々36。5日過ごすのもすごく大切なことなんじゃないかなって思ったんです。ごめんなさい。うまくまとまらなかった。<laughs> うまくまとまらない話になっちゃったけど、あの皆さんきっと何か？ 感じられるんじゃないかなと思いますでもね逆につまらないって思う人もいると思うんです私の夫はこの映画を見た後につまらなかったと言いましただから人によって受け止め方が違うよねうん。あの実際にリバプールで映画館でこの映画を見た時にものすごい大きい席たくさんの席があったけど土曜日の夜で8人ぐらいしか 観客がいなかったんです。そのうちの2人が私と私の夫で、私は感動したけど、夫はうんちょっとなーって言いましたね。だから皆さんによって人によって受け止め方が違う当然です。なので皆さん見た人の意見を聞きたいです。はい、パーフェクトデイズ。まあいろいろ話していました。はい、今日は以上です。